こんにちは、うさぎとびチャンネルです。今回は引き続き報酬アップイベントとなりましたドラッグウォーズ最初の一服と最後の一服を全部投資でやっていきます。 動画ではノーマルモードを全部投資でぶっ続けでプレイした一発撮りのものとなりますんで若干うまくいってないっていうところもあるんですけどもまあそれでもある程度の速度で全部で11個になるミッションをクリアはしてますんで両方とも以前に解説はやってますので今回はちょっと早口でですねスピーディーにテンポよくポイントだけをパパッと解説していきますで一個一個のクリア動画をきちんと見たいという人は実践チャンネルサブチャンネルの方に アップしておきますんでそちらをご覧ください概要欄にリンク貼っておきますでですねこれらをスピードクリアをするにはビジランテという戦闘車両が必須の乗り物になるんじゃないかと思うんですけども持ってない人はぜひ購入した方がいいんじゃないかなと思いますねじゃあ早速いきましょうまずは最初の一服1つ目 スループへようこそですねこのミッションはスタートしたらここに隠れてひたすら手榴弾投げまくってればクリアできますねまあ何人か手榴弾の届かないところなどね数人は銃で倒した方が早くいけるんですけどもそれをしないで手榴弾だけ投げててもクリアはできますでここでずっと隠れながら手榴弾ぶん投げてると反対側から敵が湧く時間帯が出てくるんで 今度はこっちに行って同じことをしますねでここはちょっと遮蔽物が多いんでどこかに手榴弾が当たって跳ね返ってきての自爆とかあと仲間を吹き飛ばしちゃったりすることがあるんでそれは注意してくださいでここでもある程度敵を倒したら今度はガソリンスタンド側から敵が来ますんで部屋の窓から同じように手榴弾をブン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 投げまくりますでこのミッションは基本的には味方達もかなりね敵を倒してくれますので全部の敵を自分だけが倒しきる必要というのはないので適当にやっていれば敵が逃げていきますね 逃げていく敵っていうのは放っておけば大丈夫です。追わなくて大丈夫ですね。無理に倒す必要はありません。あとはダックスのとこに行ってビジランテを呼び出して目的地に向かいます。目的地の目の前に山になってるところがあるのでそこに登りますね。 あとは赤い車だけを壊さないようにミサイルのロックオンをしている先をきちんと確認しながらバカ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 ミサイル撃ってればほとんどの敵は排除できます。ある程度敵の数を減らしたので降りていって撃ち合いしても楽勝なんですけども赤い車の周りに2、3人は敵が残ってると思いますんで上から先にスナイパーで倒してもいいですね。あとは車を奪って逃げるだけ。 敵が追ってきてき結構鬱陶しいいいんんですすけども、まあ、やられることとはほぼなななじゃないかなと思いますね一応このミッションは最初からビジランテで戦うことっていうのもできるのはできるんですけども最初の場所で敵がいる状態でビジランテを呼び出すとなぜかこんな感じに離れた場所に出てくるんですね目の前に出てくることっていうのはもう何度もやったんですけど多分出てこないんじゃないかなと思うんですねでこれは行動範囲外になるのでそこを出て取りに行くんで これ時間が間に合わないとミッション失敗となります。で、取りに行くのにかなり手間がかかって仮にビジュランテをうまく持ってきてもミサイルの段数がすぐ切れちゃうんでこれでやるよりは最初に言った手榴弾を投げまくってクリアする方が全然楽ですね。では次のミッション、御用達ドライバーですね。まずはトレーラーヘッドを見つけて車を移動させるだけですね。で、あとは荷台を切り離してロスト MC のとこに向かいます。 で、荷台を切り離したら敵がいない時を見計らってビジュランテにとっとと乗り換えちゃいます。 そしたらこんな感じで目的地の前のところにつけてミサイルを撃ちまくります。敵を排除したら出てきた時にすぐに車に乗り込めるように目の前に車を止めておきます。あとは建物の中に入って指示通りにやったら建物を出てすぐにビジランテに乗り込みます。今回はちょっとめんどくさかったんでビジランテの向きはそのまんまになっちゃってるんですけども、前を向けとけばすぐにミサイルを撃つこともできますけども、この車はそもそもですね、後ろからの攻撃にはかなり強い上にパワーが相当あるんで、 さえ乗ってしまえばこうやってですねバックで強引に突破できますダメージもほとんど入りません あとはフリークショップに帰るだけですね。さあ次行きましょう。フェイタルインカージョン。ここもビジランテで行ってミサイル撃ちまくってればいいって感じですね。この後のミッションもそうなんですけど、ビジランテはミサイルの段数制限がありますので、途中で必ずと言っていいほど弾切れを起こしますんで、一度車を戻して再度呼び出しをかけて、ミサイル補充作業というのを行う必要があります。一応この後の動画でミサイル補充作業っていうのを何度も言葉を出しますけども、一度車を戻して再呼び出しをかけるということだと認識しておいて、 くださいでですね、問題は、どのタイミングでそれを行うかですね。敵が周囲にいないタイミングと、車のスポーン場所がきちんといいところでやらないと、とんでもない場所まで車を取りに行く場面になったりします。あとは、車に乗り換えてる間に敵にやられてしまったりとかっていうのもあるので、このタイミングと場所が非常に重要になりますね。さて、次の目的地に向かうんですけども、途中でも敵をミサイルで撃ったりしますし、次の場所でもミサイルを使いたいので、マーカーの近くまで来たら、いいタイミング でミサイル補充作業といううのをしましまょうそしたらこの辺りからミサイル撃ちまくりですね破壊しちゃいけないものというのはここではないはずなのでガンガン撃っていきましょうここでは10個のターゲットを見つけることになるんですけどもおそらく2つは水辺の辺りにありますんでそれは最後でいいんで陸地でウロウロしてとりあえずは8個のターゲットを見つけてくださいさあ8個揃ったんでこっちに向かいましょう2個取ってこれで10個ですね あとは飛行機で逃げるだけですね。で、水路へ着陸しなきゃいけないんですけども、ここのポイントはですね、飛んでる時にカジノの上空あたりでカジノに沿って飛ぶようにして、カジノを過ぎたあたりで高度を下げると川が見えますんで、そこに沿って下がっていけば簡単にできますね。さあ、どんどん次に行きましょう。4つ目、無制限領域。まあ、これに関してはポイントも何もないって感じなんですけども、強いて言うならですね、最後のウサギ狩りのここですね。 ここでは焦って遠くから撃っても結構外れちゃったりするんで、とにかく走っていってなるべく近くまで来てから一発で仕留めるようにすれば逃げられることはないんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ次行きましょう。五つ目ですね。 恋をしないで戦争をしよう。ここももちろんビジュランテでいきますね。ちなみにちょいと雑学ですけども、この恋をしないで戦争しようっていうタイトルはですね、ベトナム戦争の時の戦争反対の標語の戦争しないで恋をしようっていうものをもじったものだとは思いますね。さあ、現地に着きました。ここからは車から降りずにクリアできますね。ここをクリアしたら3台のバンを破壊しに行くだけなんですけども、ここも状況に応じてタイミングよくミサイルの補充作業をしましょう。 を破壊したらカルト教団のとこに行けけと言われますけどもここでのポイントは行くまでの道のりがね結構長いんですけども曲線が多くてね高速道路みたいな直線だけではないので無理にビジュランテのブーストを使わないことですね変なとこにねぶっ飛んでっちゃったりして余計時間かかったりね最悪水没して 車がダメになっちゃうこともあるんで、普通に運転していった方が早いというかスムーズだとは思います。あとはカルト集団のとこに着く前にミサイル補充をいいタイミングでしておくことなんですけども、直前まで行ってしまうと、場所はね、山の上なので、一歩間違えるとね、とんでもないところにビジランテがスポーンするので、なるべく手前の場所でやっておいた方がいいと思います。あとはここもミサイル撃ちまくってればクリアできますね。最後はヘリを倒して、ここから離れればクリアです。 さあ、最初の一服、6つ目のミッションの最後です。レールを外れてですね。ここはですね、隠密で行くこともできるんですけども、隠密で行ってもそれほどメリットもないので、まずは突っ込んでって一番奥のガレージのシャッターのとこまで行きます。見つかっても何でもいいです。で、向かってる途中にミサイル撃って敵を倒しても OK ですね。で、シャッターの目の前に車をこんな感じで止めたら、入り口までは走っていきましょう。 そこまで敵の数はここは多くないんで、まあ、このやり方が早いんじゃないかなとは思ってます。で、中に入ったらここは敵が後ろからついてきたりするので邪魔な奴らが来るんで、この辺りに近接爆弾をぶん投げときますね。で、あとは中に突っ込んでって敵を排除して化学物質を取っていきましょう。 ここはですね、中身の必ずある箱っていうのと、絶対に中身が入ってない箱とかっていうパターンっていうのもあるんですけども、まあそんなに頻繁にやらないミッションなので、僕はちょっと覚えてないんですけども、まあそういうのもあります。 さあ、倉庫内で全部取れ終わったら、ここを撃てばシャッターが開きますので、すぐにビジランテで逃げましょう。ここで車が目の前に止まっててスムーズに乗ることができれば、列車を止めるのに間に合わなくなるっていうことはないんじゃないかなと思います。さあ、最後、衝突現場に向かいますけども、ここは敵と普通にやり合うとかなりしんどいので、まずは周囲の敵をビジランテで始末します。でですね、ここのポイントはコンテナの中身を取るタイミングですね。後から湧いてくる敵の出てくるタイミングっていうのは、コンテナのに 荷物を1個でも取ってからになります。なので敵が出てくるのを極力遅らせるためにコンテナの中身の5箇所の場所っていうのを全て確認するまで1つも取らないというのがポイントになりますでこれもですね必ずある場所ない場所っていうのがパターンがいくつかあるんですけどもここはちょっと割愛しますねでですね5つの場所が分かったら最後にブリッケード側で終わるようにブリッケードがある場所とは逆の遠い位置から コンテナの中身を素早く取っていきます。一つ目を取ってから現地に敵がやってくるまではタイムラグが多少ありますんで、どこまでこの作業を素早くやるかというのがポイントになります。で、敵ヘリが現地まで来てもう攻撃をし始めてしまったら、むやみに外をうろうろせずにコンテナの中から ミニガンなんかを使ってヘリを撃ち落としちゃった方が手堅くいけますね。ブリッケードに乗ってからは僕としては線路をずっと走っていくのがおすすめだとは思います。車からの攻撃をほとんど避けられるっていうのもあるんですけども、この線路をですね、ずっと行くとフリークショップの目の前に到着しますんで、ルートとしても非常にいいんですね。で、ここの川に出てくると思うので、ここから無理やりこんな感じでフリークショップに行けるんで、ルートとしてはかなり楽です。 さあ、前半戦が終わりました。ここから後半戦、最後の一服の5つのミッションになります。では、1つ目行きましょう。1つ言わせてですね。ここのポイントはですね、安全に行くなら屋根下から一歩も出ないことですね。ここはこの倉庫内の屋根下のところにいても、ほとんどの敵をね、仲間が倒してくれるんで、適当にスナイパーである程度の数を減らしながら、この中で時間潰しをしてればクリアすること自体はできます。 途中で敵減りがね、3、4機出てきますけども、1機も倒さなくてもクリアできます。ただですね、途中から屋根下の中にも敵が突っ込んできますんで、そいつらだけは早めに処理をしましょう。後ろから撃たれてやられるなんていうこともあります。まあ、撃ち合いが好きな人とか早くクリアしたいという人は、ガンガン外に出て撃ち合いをしてください。撃ち合いもここは結構楽しいですね。さあ、次行きましょう。2つ目、当てのない容疑者。スタートしたら A 地点の目的地に向かいます。でですね、この辺りに車を止めます。 そしたら、ここから入っていって、よじ登ってターゲットのところに最短距離で向かっちゃいますね。で、ターゲットの目の前に壁をよじ登って出たら、周囲の敵を蹴散らせば、もうそのままクリアになりますね。で、次の場所に向かいましょう。ビジランテのミサイルを使った方が、ここは早いんじゃないかなと僕的には思ってます。で、適度に敵を減らしたら、あとは降りて突っ込んでって敵を排除したら完了。で、次のボスのところも、まあ、現地に行って敵をぶっ倒すだけですね。特にポイントというポイントはないかなとは思います。 思ってますでポイントはですね次のエリシアン島に向かってからですね海沿いの一番奥の方に目的地がありますんでそこに向かうんですけども現地に着いたらビジランテを中に入れた後に両サイドの入り口を車でこんな感じで塞ぎますでもしかしたらなんですけどこれは片っぽだけ塞げばいいんじゃないかって気もしてるんですけど今のところ僕は両方塞いでます こうすることで中で写真を撮った後も敵の攻撃を受けなくて済みます。で終わったら倉庫から出るんですけども敵のマークが一箇所こうやって出てるんで 敵マークがない方から出れば全く見つからずにクリアもできます。逆の敵がいる方から行くとしてもビジランテなんでミサイル一発で敵を蹴散らせるのでそんなに問題ではないですね。まあどっちから出ても大丈夫ですね。さあ次に行きましょう。最後の一服3つ目。フリードマインド。最初の建物は敵を倒してガンガン進むだけなのでポイントってほどの場所もないんですけども。で、ここの倉庫に来たら助け出すおっさんを殺さないように敵を排除するだけなので まあロケランとかはむやみに使えないっていうだけで、そんなに難しいってことはないかなと思いますね。さあ次行きましょう。4つ目、様子見ですね。ここはスタートしたらダックスは無視して、とっとと目的地に向かっちゃいます。ここでのフラグは黄色いマーカーを踏むことだけになるので、ダックスを待ってる必要も、目的地前にいる敵を倒す必要というのもありません。このあたりはですね、視聴者さんに教えていただきました。本当にありがとうございます。 で、黄色いマーカーを踏めば、あとはわけのわかんない世界で時間経過を待つだけなんですけども、ここはですね、一応敵を倒さないと進みません。で、ここで途中動物とかも出てくるんですけども、僕は動物を撃つのが嫌だったんで、 ずっと放っておいたらね、全然進まなかったんで、ある程度は敵を倒さないと進まないようですね。で、このミッションただでさえつまんないのにですね、意味がわかんないのが、このミッションをやるとですね、今現在はですけども、しかもまあ PC 版の僕の場合ね、 他のプレステとかはちょっとわかんないですけど、武器のね、マガジンの弾薬が勝手に変わっちゃうんですよ。で、僕が使ってるね、軍用マシンガンをはじめ、いくつかの武器が、セッティングしてあるのは普通の弾薬なのに、勝手に特殊弾薬に変更されてるんですね。で、しかもですね、このミッションが終わってからもそのまんまなんですよ。マガジンが変更されたままなんですね。なので、このミッションやると終わるたんびに武器屋に行って、マガジンを元に戻さなきゃなんないっていうね、わけのわかんない状態になってます。 で、これがバグなのか、もう超嫌がらせ的仕様なのかっていうのはわかんないですけど、やめてほしいですね。なので、このミッションをやって続けて次のミッションをやった時に、軍用マシンガンのマガジンがおかしなことになってるんで、何度かびっくりしたことがあるんですけど、皆さんはどうなんでしょうか。さあ、次行きましょう。いよいよ最後のミッション、5つ目、バドンガドンクですね。飛行機に合流するところまでは問題ないとは思うんですけども、飛行機に追いつけないなんていうのもコメントでいただきましたね。 で、何度かその後試してみて、追いつけないっていうことはなかったんですけども、一応ですね、左スティックを押し込めば飛行機の車輪をしまうことができまして、それによって飛行機の飛行状態っていうのが安定するということになってるので、できれば車輪はしまった方がいいかなとは思います。で、あとは貨物機は途中で右に旋回しながら飛んでいくので、 初期段階でね、これは追いつかないんじゃないのって思ったら、後ろをまっすぐくっついていくんじゃなくて、右旋回を貨物つ気がするときに、斜めに飛んでって、まあ、ショートカットしてね、距離を少しでも早く縮めるということもできると思います。で、この黄色く出た指定エリア内を一定の場所で飛び続けるというのは、ちょっと慣れが必要かもしれないですけど、これは後ろにぴったりついていなくても、エリア内にいればいいっていうだけなので、まあ、慣れればね、簡単にはなると思います。 問題はですね、トラックで逃げる前の警察との戦いですね。ここはかなりハードです。で、ノーマルモードで、1人プレイでも大変で、で、これ、オンラインでね、あの知らない人と2人プレイでも何度かやったことがあるんですけども、これはね、2人でも結構しんどかったです。で、ここの戦いは、正直なところ、ポイントっていうポイントもなくね、ひたすらやられないように戦うしかありません。まあ、2人とかだったらね、どっちかがここで戦ってとかって、ポジショニングとかもあるんですけど、 一人だともうひたすら戦うしかないって感じですね。で、かといってですね、貨物機の中で居モってたりするとトラックが破壊されちゃったりしますんで隠れてるだけってわけにもいかない。なのでミニガンとかロケットランチャーなどうまく火力の強い武器を使い分けて戦っていくしかないですね。で、この撮影の時もですね、ずっと投資で一回もやられずにここまで来たのに ついにここでトラックが破壊されて最後のミッションにして初の失敗になっちゃったんですけどもまあやられちゃったらやられちゃったでトラックで逃げるとこからスタートするんですぐその後はクリアできると思うんですけどもで逃げるときは途中のブリッケードで逃げるときと同じで線路を逃げた方がいいんじゃないかって気はしますでこのミッションは手配度を消さなきゃいけないってのもあるんで途中トンネルも線路を走ってればあるので手配度も消しやすいと思いますんで 線路ででの逃走はおすすめできますねで。最後はブリッケードの時と同じく川からこんな感じでフリークショップ前に突っ込めるのでそのままクリアすることができますさあということでこれで全部ですね今回は11個にわたるミッションを駆け足で解説してきましたんでまあまあの長さになっちゃうと思うんですけども一、まあ、つでも何か参考になるところがあった方はぜひ高評価チャンネル登録なんかもお願いできたらと思います 最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。